明日ね、日曜日、来る人、奥美濃ね、奥美濃のスキー場に来る方、道路、道ね、雪が、積雪があるのかどうかっていうのを、ちょっと取らなかったんですけど、まあなんでかというとね、まあ晴れが続いてて、まあ僕的にはね、雪がないに決まっていると、思ってたんで、取らなかったんですけど、まあ、たまにしかね、こういうスキースノーボードね、しない方は、まああまりね、わからないと思うんで、一応説明しておきます。今、鷲ヶ岳にいるんですけど、ダイナからね、あれダイナですね、光ってるのね、ダイナランドから鷲ヶ岳の、スキー場に移動してきました。で、雪はね、もちろんありません。まあ、富士っ子の方にはね、あるんだけど、まあ、ところどころね、まあ、湿ってはいるんだけど、ほとんどね、乾いてます。ダイナランドの峠道。で、国道156号線ね、あと、県道40号線、あと、鷲ヶ岳の峠道ね、全部雪が、ないですね。まあ、ちょっと湿っとるけどね。で、まあ、明日朝来る人、2月の13日の日曜日かな。日曜日の朝ね、来る人。まあ、ね、溶けた分、雪が溶けた分が、まあ、その水になってね、それが凍結している部分がたま、どこどこあるんで、まあ、それだけですね、気をつけないかんのは。うん。ですね。そんな感じです。はい。よろしくお願いします。明日もね、明日は、鷲ヶ岳で、ここね、ボードの、なんだっけ2級検定を受けますんで、それも、動画にしますんで、よろしくお願いします。このチャンネルはね、高須のバックとダイナランドとスキーとスノーボードの専門チャンネルでございます。毎週ね、土日月とアップ動画ねアップしておりますんで、チャンネル登録よろしくお願いします。あそこでさ、じゃんけんするあのお店あるじゃん、なんか焼きそばとか。俺さ、あそこでさ、あの食ってみたいなと思うんだけど、なんであのなんで買わないかっていうと、あのね、じゃんけんがしたくないですよ。なんか別に、あのさ、店員さんもさ、なんかもうじゃんけん飽きたわみたいなさ、なんか感じでじゃんけんしとるじゃんか。まあ最初は盛り上がったのかもしれないけど、じゃんけんがめんどくさくてさ、別にあのじゃんけんで買ったら、あの注文したやつ全部無料だっけ、全部2倍だっけ、なんか忘れたけど、別にね、まあ、普通に買い物したいですっていう感じの、まあ、それはいいや。はい、ということでね、明日は鷲ヶ岳。で、あさってね、月曜日は半日滑ります。夜勤があるんでね、あさっての、月曜日は、高須台ではね、半日だけ滑ります。はい、よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。